本当にできるんだろうかと、そういう気持ちでいっぱいでした。もう打って出るしかないということで、これをピンチだけどこれをチャンスにしてみんなでやるということで動き出しました。これの結果次第によってはということもいろいろありましたので、プレッシャーですね。それは僕らがやはり上位に、優勝争いに常に関わっていくことができれば、ここまで直前になって J3 ライセンスの J リーグに残るかどうかっていう部分にならなかったかもしれないですし。